お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュロワイヤルを、今日はね、やるんではなくて、見て、もらいたいなと思います。で、今日なんですけども、僕の試合ではね、ありません。こちらね、ルーベン選手、そして SK ハービー選手、という方の試合にはなるんですけど、この試合はね、今までのクラロワで、史上最大レベル、もうトップレベルの、もう神試合と言いますか、もうハイレベル、もうトップオブトップの、この試合だけはもうね、見てほしいなっていう試合がね、なんだ二つありましたですので、で、世界大会ね、このハービー選手などはね、出られるので、そういった意味でもね、見てもらえればいいかなと思います。というわけで、まあ見ながらね、話していければいいかなと思います。はい。で、まあ、これはね、クラロワリーグではない、まあ、クラッシュなんちゃらなんちゃらみたいな、ちょっとね、違うリーグのなんかね、試合ではあるんですけど、もうそのね、中での試合になっております。ここのバルーン一発入ったのは多分事故だと思われるんですけど、はい。で、こちらね、ハービー選手は今年、ウエストの方で、SK ゲーミングとして、優勝しましたね。なんで、世界大会に出られます、この方は。はい、なんで、実際にね、ジャック君とかケンツが、このね、ハービー選手と戦うのを、まあ、見れることもね、あるのではないでしょうか。で、このルーベン選手は、まあ、世界大会にはね、出られないんですけど、この二人とも、世界で一番上手い5人は誰みたいな、たまにね、よくあるんですけど、そういう、のを、まあ、言われたときに、もうこれ二人ともね、ほぼ格で名前上がります。ハービー選手とかはもう名前が上がらないことは絶対ないですね。はい、もう絶対って言っていいレベルで、世界トップ5のうまさを持ってます。で、ルーベン選手もそれとね、もう同様、トップレベルの実力を持っております。というわけで、トップオブね、トップの試合を見ていければいいなと思います。で、ちなみにね、これ多分バンカードかプリンススパーキーとか、まあ、あるんですけども、まあ、そこはね、あんま気にせず、見てもらえればいいかなと思います。で、まあ、バルーン対ゴレデッキということですね。で、まあ、こっからですね、今んとこお互いなんか、普通なのかわかんないですけど、まあ、試合がね、進んでるんですけど、ちょっとね、もうこっからですね、もう異次元なプレイがね、ちょっと見られるのでね、ぜひ、見ていただきたいですね。で、ここバルーンで、ここのマスケですね、まずこれ。こんなことしますっていう、もう、相手がベビとかメガゴで受けてくるのを分かっていてのこのね、端前攻めマスケで、このミリ残りを延命して、相手にね、エレクトルウィザーを咲かせます。そしたら、このね、逆サイコウモリがまず止まんないっていうので、バルーンコウモリを逆サイに咲いていく。いやもうここまで読めてますよね。で、まあ雪玉がね、まだ見られてなかったんで、まあここはね、うまく処理されてしまうんですけども、で、このね、ゴーレムの防具ですよ、これ。ゴボリを、まず延命させるためのスケで、SK。そして、このマスケットを延命させるのアイゴレとコウモリ。で、マスケットは捨てて、2周目のマスケットで防衛していくと。いやもうね、防衛がすごいんですよね。こんな今のゴレとかも普通だったら止まんないですからね。で、まあ、お互いあと800と643で、まあ、ルーベン選手には、まあ、ポイズンがあるので、まあ、ポイズン回しつつっていうイメージもあるんですけど、まあね、その、ポイズンの削らせる隙を与えないっていう感じで、ハービー選手も攻めていきます。で、ここもね、エレキ読みの、ディガーであったり、もう、端前マスケ、メガゴが来るよねっていうのも分かってる端前マスケですね。なんかね、鬼攻めるんですよね。もう、上手い人まで行っちゃうと。そこ、なんか今も生き玉も打ちましたしね、攻めで。攻めマスケもしてますし。さあ、ここで2枚同時出しからの、アイゴレですね。アイゴレじゃない、ディーガーですね。ちょっと高めなディーガーでしたね。エレキ読みかな、もしかすると。で、まあ、ここは、コウモリとマスケでターゲット取りつつ、ダメージね、一発も入れさせないですね。で、さあ、ルーベン選手も、このマスケットが残ってくるカウンターを阻止するための、まあ、ポイズンでね、まあ、ダメージ削りつつといった感じですね。こっからですね、こっからです。はい。始まります。で、ここでアイゴレバルーンしようとしたけど、後ろからベビが来たので逆サイバルーン、そしてエレキ読みのディガー、そして真ん中の施設を壊すようなコウモリなんですけど、それに対してルーベン選手が完璧な防衛ですね。で、ハービー選手がこの高めマスケをちょっとやってしまったって感じはあるんですけど、ここね、守れるか。これはもう終わりましたね。さすがに守れない。
さすがに守れないと思うんですけど、守る。で、この2体ベビドラが反時計回りに回ってるんですよね。それを見て、コウモリがちゃんとベビドラの範囲攻撃でやられないように、左側に、ね、出すっていうもね、うますぎますね。で、ここは、メガゴとかをタグ取る用のスケーかな。で、まあ、バルーン飛ばして、ルーベ選手はしっかり守りつつ、ハービー選手もここを守っていきますね。ゴボリとコウモリマスケットでゴレをね、見させつつで、ここでも守れないと思ってハービー選手は攻めてリーガープラス雪玉で、ここエレキ直当てしたのにもかかわらず、この雪玉のね、ノックバックでディガーが持っていくと。でも残り9なんで、もうゴレが爆発するか、なんかね、一発ちょんってするだけで落ちるっていう、もう神試合ですね。はい、というわけで次ね、もう1試合だけね、こちらはクラロワリーグで最後の最後に行われました試合になります。はい、こちらね、早速見ていきたいなと思います。で、こちらまたね、ハービー選手が、いて、またこちらもね、ルーベス選手、これまた別の大会なんですけど、偶然ね、ここでマッチアップがあります。初めの30秒ぐらいはね、ちょっと試合がね、ちょっと見えなかったんですけども、まあね、途中からですけども見ていきたいなと思います。で、まあ、環境が1個前の時ですね、ネクロがすごい強かった時代の時のバトルになります。トリトンとかもすごい強かった時代ですね。で、ルーベン選手が、まあ、メガナイトがあるデッキですね。で、ここは、まあ、吹き矢、ネクロに多分メガナイト当てるんすけど、ここね、ヤリゴブリンをディガーで処理するんですよね。コウモリをザップで処理するために、ヤリゴブリンにはディガーを当てていくっていうのがね、今、ハービー選手のうまいプレイ。で、ルーベン選手も、防衛しつつ、しっかりね、メガナイトプラス吹き矢の形を作って、今、攻めの形にね、繋げていましたね。もうね、上手い人はね、攻めますね。めっちゃくちゃ攻める。もう守るんですよ。めっちゃ攻めるし、そして後からもうギリギリで守っていくんですね。そこがまたね、異次元な部分ありますね。横はあれ、吹き矢がね、ちょっと一個ずれたかな。施設、殴れませんでしたけど、まあ、ここは、中手1体ミスかなと。いうところで、さあ、もう残り690と720なんですけど、お互いスペルが、まあ、雪玉とザップだけ、そして、まあ、ディガーっていうところで、もうお互いね、1-0 っていうプランをもう見てます。ここで。はい。うまい人はすごい耐えますね。で、ここはネクロでしっかり守りつつ、ウォールブレイカーもね、しっかり、ネクロがね、優秀で働いていくと、ここですね。ネクロにはみんなね、メガナイト当てたいと思うんですよね。なんで、こうメガナイト当てさせないように逆サイをね、ハービー選手は攻めるんですけど、まあ、ルーベス選手もね、形を作るといった意味で、メガナイト当てて、からのね、この雪玉コウモリの防衛。うまいですね。でもザップも早くて、爆破がまあ入るよ、と。ここですよ。このディガーを、ディガー防衛する？しない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 。だってディガーをディガー防衛して、外したら3コス無駄になるじゃないですか。だからもうディガーをディガーボーイなんかもう死んないっすからね。もう分かってるんですね。ディガーがここっていうのが。からの吹き矢をね、延命させるヤリゴブリン。で、また吹き矢をここ延命させるトリトン。もう、えっていうもう、ちょっとね、この細かいのがうますぎますね。ここはちょっとちょっと攻めすぎじゃないっていう思うシーンなんですけども、言うてね、アドも取られてないですし、いい攻め。で、このネクロの位置もディガーも受けれるし、吹き矢も受けれるっていう完璧なね、位置ですね。ですけど、しっかりね、止めていきますね、ここ。さあ、残り相手って言い方はよろしくないですね。お互い500と452。またこれ、やばくないですか？ディガーをディガー防衛するんですよ。これ外したら今3アド取られてますからね。しかも自分が1回攻めるターンを失うので、結構もう賭けまであるんですけど、ちょっと僕にはできないですね、あれは。で、ここは、まあね、雪玉プラスヤリゴブリンでバルーンしっかり抑えていくと。お互いね、ディガーもディガーですね。ラストの削りはディガーなので、どれだけディガーを読めるかっていうのが、ね、大事になってきますね。ここは、相手の陸受け、ルーベン選手の陸受けが少ないっていうのも分かりつつのバルキリープラスディガーの攻めですね。でもここは、いいカウンターですね、ルーベン選手は。まあ、でもここは、オーブのファイスピが、ハイリーの、ウォールブレイク、ハイリーの吹き矢で削り行くけど、アイゴレで竹取り、またディガーをディガーボーイ、攻め行き玉するんすけど、まさかのっすよ、これ見ました？ディガーをまたディガーボーイしたんすよ。やばくないですか？今の。もう3回ぐらい連続で相手のディガーを、ディガーで拾うっていう、まあ、もう常人にはできませんね。はい。
まあ異次元なプレイですというところでですね、今日はですね、珍しくというかもう今まで絶対試合してるか自分の試合の振り返りだったんですけどね、こういうねトップレベルのね、世界の、まあ、試合を、ね、見るのも結構いいんじゃないかなと思いますね。自分たちがねこれこう見て真似できるところを真似していくとだんだんねもっともっと、僕らが上達できると思うのでね、世界大会でねこのディガーを3連続当てるっていう神のねハービー選手のね試合も見れると思いますのでね、皆さんね、ぜひ12月7日かな土曜日の深夜、まあ8日の朝かな、はい、ぜひあると思うので、皆さん一緒に、ファブもね世界大会出ますので応援しましょうといったところで、今日はねこんな感じで終わりにしたいと思います。今日もう一本動画上がると思いますのでぜひねそちらの方も見てみてください。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。